何でもないような日常だから自分自身に勢いを込めてる。どこへでも行けるように羽のように紡いでいきたい。自分の My life, my sentence ごとに常に吐息ばっかため息しちゃいけないという言葉が消えてる。でも自分自身じゃ立ち位置はっきりしてる。見えないようで見えてる。ようでも瞬間が10年間ぐらいに感じる一日の中、長いように短いと思う言葉、欠陥的な言葉に欠陥品じゃない。だからこそ言いたいことがありのままのように生まれてくる。湯水のように出てくるアイディアや咲いてること花を引かすような言葉に苦しみの中からまといきかける言葉。結局人はゼロになるため、こと切れるためにやってんのかな。たまにわからなくなるよ。でも答えは Yes or No じゃない。逃げろ逃げようとしたって結局は衛生観念する自分じゃないから、観念し続けるのさ。探偵ごっこはもうやめ、今日やめ、投げる今日だけじゃないから、全てが咲き続けることにもヒント得る。現実の中から狂気だと思うよ。今日聞いたことも昨日知ったような驚く、そんな毎日ありふれてるから、日々更新し続けるのか。どこへ Where to go? Where to go? 追い続けてた高校生の時から決まってた方向性、どうこうせって言わせないで。 Oh to yes, no to yes, no to yes の繰り返しの中さ。結局そんなこと言ったり来たりじゃないって、俺は抗いたいと思う。そう言い続けてもまた俺も一つの歯車になって、社会が潤滑油みたいになる。ただのローションじゃもうショーンが遅くなっちまってるよ。遅くないのかな、遅咲きの桜なんてことはないから。咲く前からそれはコスモスだったって話。僕もなんだ、僕も辛いんだよ、あなたも辛いんだよ、なんて言うのは言い訳っていう。社会の残酷な目を向けると、社会のって一くたりしてる、一緒くたりしてるだけではできない。十人十色さ、どこまでもいける。ドレミファソラシドか、どこまでいけるか。俺に止まれるものはないならば、すぐにも現実の中に知りたい。日々期待する毎日、生きて吸って吐いて飯食って飲んで飲んで寝て、毎日ダラダラ過ごすだけなのかっていうことではないから、貝殻の中に閉じこもってる暇なんかないね。毎天毎便研ぎ澄まされてく感覚、筆跡は常に刃は常に研ぎ澄ます。